ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。えっ、ー、と、今日は、魔能社会、痺れた脳の社会 <laughs> と、誠実革命ということで、シリーズでですね、えー、水を考えるの2番目であります。えっ、ー、と、水というのは本当に日本にはもう非常に豊富な資源で、かつ特徴的なのは、使ったら少しずつなくなる、 ってわけじゃなくて、まあ、再生可能資源っていうのはまさにこれですね。え <laughs> 再生可能な資源ですのでね。え、太陽が海水面を照らし、水蒸気となり、雲となり、雲の水玉が、えー、重たい水なのに落ちないという不思議で、それで雨になり、え、日本には豊富な、あ、水資源がある。まあ、水資源ってもね、海の水は資源ともちょっと言いにくいところがあるんですが、 炭水はですね、完全な資源ですから、非常に高価なものですね。えー、まあ水の少ないところは、えー、海水を汲み上げて、えー、それを石油で炊いたり、まあ最近は、え、限界炉化みたいな方法がありますけどね。えー、それでもやっぱり随分エネルギー使って炭水を得るわけですけども、日本は太陽エネルギーの自然利用ですね。太陽エネルギーでもあの、太陽光発電なんて作ってやるのはもう非常にこう、 まあ、愚かってほどじゃないんですけど、痺れてる状態なんですけど、まあまあ、素直な状態ですね。自然の恵みでなくなる心配のない淡水を無駄に捨てている日本人だから。まあ、第一回目はこのぐらいやりましたね。えー、6300億、ーリュー、ベ降って、まあ、2100竜兵ぐらいが蒸発して、これ蒸発って無駄じゃないんですよ。日本の自然を育んだり、 洗濯物を乾かしたりするためには <laughs>、洗濯物は一回使った水ですから、まあいいんですけど。まあ、あの、蒸発する必要がありますからね。それで4100億ーペぐらいがあるんですが、そのうちのたった、まあ5分の1しか使ってない。そのうちのほとんどが農業用水なんで、まあ、生活用水はわずか3%。これで、ね、水を大切になんつってですね、3%しか使ってないで、 80%使える水を、資源を、また海にそのまま混ぜちゃってるっていう、アホなことをしてるとも言えるんですけど痺、ね、れたことをしてるって言えるんですけど、痺、まあ、れたことをしてて、それで、かつ水を大切に使おうなんつってると。なんだということなんですけど、その理由もですね、第2回目にお話したいというふうに思います。えっ、ー、と、まず水道ですね。まあ、主婦の方に水使った方がいいのになんで使わないんですかって言ったら、 水資源が、えぇ、ー、4000億リューベもあるのに、たったそのうちの3%しか使ってませんから、使わなきゃいけませんねっていう主婦はいません。主婦をバカにしてるないですよ。主婦は家計大変ですからね。だって水道代がって言います。ということは、だって水が少ないからと言ってる日本人いませんよ。だから結局これは日本ではですね、水はいくらでもあるけど、 水を使うのにお金がかかるからっていうことであって、この資源の問題がお金の問題に変わっちゃってるんですね。まあそれが一つは現在の日本人の頭が痺れてるとこなんですけど、じゃあなんでお金かかるのかそれはね、水道設備は古いからなんです。まあもちろんいろんな制約がありますよ。日本のね、水道局ってとこやってるんですけど、これは非常に優秀なんですよ。僕はもう水道局の人の名誉のために何回でも言ってるんですよ。水道局はね、 水道の管理でも、品質ね、僕は役所の中でね、水道局が一番国民のためにちゃんとやってると思います。水道って大変なんですよ。一回でもですね、水道水の管理項目って見たらすごいんですよ。まあ、昔はね、なんか、あの、バイキンがどのくらい入ってるとかそのぐらいだったんですけど、今じゃもう化学物質の管理ね、まあ特に、例えば、そうですね、あの、 をね、あのクリーニングするときに出てくるようなものとか、それからハンドタイ作るときなんか出てくるような有害物いっぱいありますからね。そういうものをもうそうきちっと測って管理してくれてるんですよ。だから水道局の悪口は全然僕言わないんです。もうそういう気持ちじゃないですからね。僕は誠実な人柄なんで、あの、変なことは言いません。事実に沿ってしか言いませんからね。で、この水道がなぜ高いかって言いますと、例えば僕が割合と発言してる木沼浄水場東京のね、 明治9年にできると。その頃ね、水道を引くと大変なんですよ。もう昔は土管で引いたんですよ。それが木で、木の問いみたいにで引いたりね。もうそれはね、水道を川から引くっていうのは大変なことなんですよ。浄水技術もね、一応貯めて、沈殿させて、それから次の池に移してとか、そういうことやらなきゃないんですね。今はそんなこと全然本当はないんです。高速路過の方法もあるし、それからまあ、春迅がね、 えー、ほとんど、まあ、カルキーっていわゆる消毒剤を使わないで処理することもできる技術はいくらでもあるんですね。それは明治9年に作った方法を今でもやってるなんていうのは本当にね、まあ、どうかしてるとも言わないですよ。これはね、できない理由が水道局にはあるんです。これは僕も長くね、名古屋の経営アドバイザーなんかをやってきてよく知ってるんですけども、まあ、名古屋みたいに基礎側があってですね、 我々と近いところからですね、え、落差を使って安い水道水を得るってことができるんですけど、水道局はそんなことやってもね、あまりメリットがないっていうか、あの、儲けに直結してないですからね。まあ、水道局は我々と独立財産が多いんで、え、官営の水道局でも、まあ、他の局ね、他の役人よりかは、えー、水道代金とかそういうのも気をつけてやってはおられるんですけども、それでもやっぱり、 艦 <laughs> 長ですからね、えー。まあ、水道パイプ輸送技術はもう、明治の頃と今とは全く、全く違ってんです、えー。それはですね、一回もしお時間があったら、ヨーロッパの天然ガスパイプラインも網っていうのはあの網っていう字ですね。